高橋ひな子は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、本名は横田ひな子、文部科学副大臣、岩手県議会議員、森岡市議会議員、環境大臣政務官を務めた、岩手県森岡市生まれ、森岡市立二王小学校、森岡市立加工寺中学校、森岡白百合学園高等学校を経て、 日本大学芸術学部放送学科卒業。大学4年の時に、テレビ東京の朝番組アシスタントを務める。1981年、テレビ岩手報道制作局アナウンス部入社。1986年、退社し、フリーアナウンサーとなり、株式会社プロアナウンサーネットワークパネットに所属。1994年、退社。1995年、 森岡市議会議員初当選。以後3期務める。2005年7月、岩手県議会の補欠選挙で、森岡選挙区から自由民主党公認で立候補し、初当選。2009年8月4日、2期目の途中で辞職。同年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に自民党公認で岩手1区から立候補したが、民主党の海武氏に、 大差で敗れ、落選。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で岩手一区から立候補。再び会に敗れるも、比例東北ブロックで復活し初当選した。2014年9月、第2次安倍内閣で環境大臣政務官に就任。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に、 自民党公認で岩手一区から立候補。比例復活で再選。同年第3次、安倍内閣で環境大臣政務官に再任。2015年、自由民主党政務調査会構成労働副部会長に就任。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙に自民党公認で岩手一区から立候補。比例復活で参戦。 2020年9月18日、菅義偉内閣で文部科学副大臣に就任。ありがとうございます。